こんにちは。今日は最近話題になっている NCT のヘちゃんとイッチのリジュンが付き合っているのではないかという、これについて本当のところはどうなのかを自分なりに占ってみようと思います。注意なんですけれども、これが全て当たっているというわけではありません。私なりに真剣に 100% 力を注いで鑑定はしますけれども、これが絶対に当たっているというふうに確信は持てませんので、そこは注意となります。まず背景の説明からいきます。へちゃんが V ライブ中に、イッチのアプリ、それをフォローしているというのが見えてしまったということなんですね。それが5月20日のことです。そしてその時のへちゃんの反応が慌てふためいていたということですね。実際にこの画面私も見させていただきましたが、まあ、そこまで慌てふためいているという感じではないかもしれませんけれども、まあちょっと不自然というか、少し焦っているという感じですね。それをきっかけに二人が付き合っているということが話題になってしまい、それでいろいろとお揃いの持ち物が多すぎるということで、またさらに話題になっていると、そういうことですね。例えば同じような持ち物は、時計ですとか、メガネ、またイヤホンですとか、あとはあれですね、スマホのカバー、そういうもの、そういうものですとか、あとは決定的なのがネックレスですね。このネックレスを買いに、マークとヘちゃんがティファニーに行ったのではないかと。これが4月29日のことだそうです。この2人が、マークとヘちゃんがティファニーのお店に行っているというのがもうすでにこれで分かっていまして、これを彼女のために買ったのではないかと、友人にプレゼントするのために買ったのではないかと言われているわけですね。まあこれは本当にお揃いで2人で買ったものなのか、またヘちゃんが友人にプレゼントをティファニーで買ったかっていうのは分からないですね。ただまあいろいろこういうことを総合して私が思ったことを言ってみたいと思います。結論としてはこの二人は何かしらのつながりはあるまたはあったと思います。全く何も交流がなかったとは言い切れません。おそらく交流があったと思います。それがどの程度の交流具合、どの程度の付き合い具合なのか、それはちょっとわかりませんけれども、ただの友達ではなく、何かしらもうちょっと深い関係があったと思いますね。まずはこの二人の恋愛傾向を西洋占星術で見ていきます。イッチの友人なんですけれども、この方は結構最初の勢いがすごいですね。恋愛する時の最初の勢いはなかなかすごいものがあります。具体的には、この人いいなぁとすぐ思うタイプ。最初の恋愛の勢いがまあまあ強烈というか、徐々に信仰を深めるというよりも、勢いで好きとなったら自分の感情のままに突き進むというところがありますね。また、一目惚れなどもしやすいタイプだと思います。ですから、そうですね。今もヘちゃんに対しての気持ちが愛情という意味での気持ちが続いているかどうか分かりませんけれども、おそらくこの二人は一時的に燃え上がった時があったのではないでしょうか。ただ、この方の特徴として非常に仕事に対する向き合い方が真剣というか、恋愛よりも仕事っていうところがあるんですね。恋愛に夢中になってしまって、すべてを投げ出すというような犠牲にしてしまうということはない人となります。もともと男性的な資質が大きい人ですので、それは仕事に対して積極的ですとか、あまりそこまで恋愛に没頭するというわけでもないと、そういうところがもともとありますので、最初の勢いはすごいものの、それがずっと続くかというとちょっと疑問なんですね。ですから私は、ヘちゃんとリジンは一時的に親交があって、その最初の頃はお揃いの持ち物を持ったりと、または信仰を深めたりと、何かしら熱烈に好きという気持ちがあったものの、それが続いているとは思えないんですね。今もその同じような熱量で続いているとは思えません。次に、ヘちゃんの恋愛傾向なんですけれども、ヘちゃんはとりあえず、いろいろな人と広く浅く交流を持ちたい人です。ですから男女関わらず、そんなに
深い意味はなく、いろんな人に話しかけたりはすると思うんですね。へちゃんが話しかけた女性のことをすごい好きで恋愛関係に持ち込みたいから話しかけているかというと、100% そうではないと思います。結構気軽に軽いノリで話しかけるところがありますので、それがすべて恋愛傾向、そしてそれを恋愛にしたいかというとそうではないということをまず知っておいた方がいいのかなと思います。その上でなんですけれども、へちゃんは本気になった場合には、報われない恋をしがちなところがあるということですね。いろいろな人に話しかけたりはするんですけれども、この人を好きだと、普通に話しかけているただの女性ですとか友達ではないと、自分は本気となった場合には、結構な情熱を注ぎ込むというところがあると思います。ですから、もしかしたら、へちゃんの方の熱量が、ユジンに対して大きかったかもしれないですね。愛情が暴走するというところもあるんですね。ですからそうなった場合に周りが見えなくなりがちです。周りの状況ですとか、本当はこうすればいいのにというそういう常識を考えられなくなって、愛情を注ぐ相手に暴走すると、没頭すると、そういうところがありますのでね。ちょっとそういうところが出てしまったのかもしれません。次はタロットカードでこの恋愛を占ってみます。二人の関係はどういうふうになっているのでしょうかということでカードに聞いています。このような結果が出ました。これはですね、そんなに悪いカードではないんですね。恋愛面においてこのカードが出た場合には、まあまあ良いと。例えば別れですとかネガティブなそういう感情ではないはずなんですね。ただし、妥協というか、便利だから付き合っているですとか、自分にとって得があるから付き合っているというそういう部分もあるんですね。ですから 100% 手放しで幸せな恋愛かというとそうではないです。お互いに都合がいいから付き合っていると、そういう面もあるんですね。都合の良さですとか便利さが優先して、愛情があるから愛情がものすごく先にあって、恋愛しているっていう感じでもないんですよね。しかしこれだけではちょっとわかりづらいので、もう一度カードに聞いてみます。二人の間に何かしらの関係性があって、まあある程度の恋愛関係なのではないかということがカードでわかったんですけれども、もうちょっと詳しく教えてくださいということでカードを切っています。二回目ですけれども、このような結果が出ました。このカードは運命の輪、それの逆位置ですね。これは良くない意味となります。喧嘩、お互いの相違の、お互いの感情の相違、また誠実でない、愛情がない、浮気をしている、突然のネガティブな変更、変化、関係性の危機、などなど悪い意味しかないですね。ですので、総合してみると、おそらく、最初に言ったように、おそらくこの二人は何かしらの関係性はあったと思います。その深さはわかりませんけれども、友達以上の何かはあったのではないでしょうか。そして、プレゼントを送り合ったりですとか、お揃いのものを買ったりというのは、やはり多少あったと思います。しかし、その愛情がずっと続いているかというと、おそらく続いていませんね。今も続いてないと思います。また、今回のこの報道ですとか騒ぎをきっかけにあまり良くない方向にこの二人の関係が行くと、おそらくこの関係はうまくいかない、続かないというふうに言えると思います。またはもうすでに終わっていると言えますね。どちらかが別れたいですとかもう連絡したくないとはっきり言ったかどうかは分かりませんけれども、おそらく最盛期のお互い気になっていて良い関係だった時というのはまあ終わっていると言えるのではないでしょうか。ですのでこのような関係が今話題になってしまって今後グループの活動に悪影響が出るかというのがとても心配ですよね。ファンの方々はそこを見ていると思うんですね。ユジンが所属している事務所の JYP ではデビューしてから3年間は恋愛禁止ということですね。
ですので3年経ってませんので、これが発覚して本当だということが分かってしまった場合にはリュジンが活動休止になったりですとか、そういう可能性もあるわけですよね。それは非常に残念ですね。この方は仕事命というか、仕事をもう本当に男性のように頑張る、まあ女性も頑張ってますけれども、恋愛よりも仕事という感じで頑張っている方だと思うので、これを理由に自分たちのその一生懸命やっている仕事がに悪影響が出てしまうというのは非常に残念ですので、絶対にそうなってほしくないですね。またヘちゃんにしてもカムバックしたばかりでノリに乗っている時だと思いますのでね、それでファン離れなどが起こってほしくないですし、とにかくお互いの仕事に悪影響が出ないということを祈るばかりです。以上となります。今日もありがとうございました。